い、どうもこんにちは、マスタースティーブンです。前回はキラヨシカゲの貯蔵稼働を開けて、今回はこちらです。はい、ジョルノ・ジョバーナ、いやーかっこいいですね。こっちはセカンドカラーってやつで、前のキラヨシカゲは再販だったけど、こっちは再販とかじゃなくてもこの色が新たに出たっていう感じなのかな。この青色とピンクがなんかすごいジョルノっぽいカラーですよね。箱がで文字がピカピカ光ってるんですが、ちょっと見にくいけど GIO、 確かこれイタリア表記だったかな。イタリアだと JOJO じゃなくて GIOGIO でジオジオになるんですよね、確か。だからもうこれだけ読んだらギョルノギョブアーナになっちゃうよね。で裏の方にはポーズの例で付属品だとか、そうそう、今回は顔が3種類ついてるんですよね。通常のヘッドパーツと、あと叫び顔と、あと塩花春の黒髪の時のやつだね、これがついてます。というわけで今回はこちらジョルノ・ジョバーナ、早速開けていきましょう。はい、それじゃあいきますよ、オープン。よいしょ。はい、で2段構造。はい、こちら説明書、キラの時と違ってこっちの方にはあんまり入ってないですね。はい、普通の台座のプレートとアームで、これが差し替えパーツのヘッド部分ですね。こちらですね、確かに言われてみれば顔はジョルノかな。黒髪でちょっとこっちの方が前髪長いですね。しかし襟足が長いね。ここから金髪になって、ジョルノ後ろを髪結んでるからね、まあ、だんだん伸びて金髪になって、ここもねチョココロネになっていくんでしょうね。でこっちメインの部分です。まず付属、あ、結構こうやって見るとなんか面白いね、いろいろついてますよ。ハンドパーツ 1,2,3,4,5,6 種類、あで普通の握り拳が 7,8 と8種類ついてますね。まず付属品その1、こちらパン、穴が開いてる。このパン多分あれだよね、1個で使うんじゃなくて、こちらは火出てる、ちょっと消えないようにしなくちゃ、ブラックサバスが出てくるからね、消しちゃうと。こちらライターを固定しとくためのパンです。こうやってね刺しておくんですよ、まあ、ジョルノはとある試験を受けて、そのためにこの火を消さないようにこのパンにね刺して、とりあえず立てておこうっていう風に工夫した結果がこれですね。であとこれですね、細かい、ちょっとピントが全然合わないな、テントウムシのブローチですね。普通のこっちのジョルノの方にもついてはいるんですけど、塗装が綺麗ですね。裏の方はちょっと小さすぎて分かんないけど、安全ピンがついて、これ安全ピンでついてたのじゃってことですよね。安全ピンがついてます。はい、そして皆さん大好きこれね、お皿とこちらティーカップ、はい、もうわかりますね、アバチャです。アバチャっていうのはアバッキオさんっていうね、なんだろう、ギャングのね先輩がいるんですけど、その方が注いでくれた生温かい、まあ飲み物です。気になった方はアバチャで調べてみてください。じゃあいよいよ本体の方見ていきましょうか。よいしょっと、はい、やっぱり腰にはビニールついてんだね。はい、ジョルノ・ジョバーナ、おっとピントが合ってないぞ。はい、改めてジョルノ・ジョバーナです。いやー細いね。第5部のあたりから本格的にね主人公たちの細身具合が増してきたんですけど、ウエストとかもうくびれちゃってるからね。はい、こちらお顔の方なんですけど、なんだろうな、ちょっと僕のやつはもしかしたらアイプリントが若干ずれてるかもしんないですね。まあでも一応ジョルノっぽい顔はしてます。もう相変わらずねチョココロネがいます。これは着脱はできないみたいですね。ね、ここのコロネ部分が外れたらいいんですけどね、まあ、原作で一回も外してないんだけど。はい、後ろの方やっぱ束ねてますね。で襟のところには羽のマーク、やっぱり胸のところはざっくり開いちゃってますね。でテントウムシのブローチ、ここにもねトライアングルテントウムシになってます。これフックのこの部分は軟質パーツになってますね。ぐるーっと回るとここがすごいおしゃれだと思います。もう個人的に縁のところの黄色のラインも全然はみ出しとかなく綺麗に塗られてます。ちなみに足元の方はやっぱりついてるな。でもちょっとなんか斜めってるね。これチャックのファスナーみたいになってて、その先にテントウムシがついてる形になってます。靴は結構鮮やかなオレンジ色、ちょっとテーブルと同化しちゃってんだよな。はい、あ、これでわかりやすいね。うん、結構ね鮮やかなオレンジで、ここ靴底の部分と、ね、この本体の上の部分で色が若干違うんですよね。でもちろんつま先も曲がります。ちょっと緩い気がするけどね。もちろん足首もねちゃんと動きます。膝の方はどうかな、ぐーっと、おー、まあ、細身なだけにちょっと干渉するものがないから結構曲がりますね。
こっち足の付け根の方もいいですね。よし、曲がる曲がる。普通に上げてもやっぱりここが軟質になってるおかげで動きに干渉しないようになってますね。なんだったら結構こうやって引っ張られて布感が出てるくらいですよ。まあでも多分ね、こういうのってあんまりこういう状態で固定しとくと形自体もなんか結構これに引っ張られてこの状態で固定されかねないので、あんまりここはね曲げっぱなしにしない方がいいかもしれないです。で腕の方も、うん、ああもうぴったりだね、ぴったり曲がっちゃいます。もうなんか適当にいじってたらファイティングポーズみたいになっちゃった。でね、これ胸の下の方も動くんですよね。でこの動きに合わせてちゃんとね、肌の出てる部分も動かしたのを想定して造形されてるんでね、形に破綻が出てこないですね。うん、結構反るね。付属の叫び顔パーツに変えてみました。なんかさっきの通常顔よりこっちの方がジョルノっぽいですね。多分やっぱ目の関係だろうな。はい、塩花春のヘッドに変えてみました。顔つきが全然違うんだよな。もう別人、かなり別人です。もう原作でもそこまで出てくる顔じゃないですかね。もう全然見慣れない顔ですよ。はい、ぐるっとね、なんかモブキャラっぽい感じがする。はい、というわけでこんな具合に一通り紹介してきたんで、いろいろポーズをつけさせてみましょう。はい、ジョルノといえばやっぱりこれですよね。ギャングスター憧れポーズね。もうつま先立ちしてるけど、一応はい、もうこうやって自立できるぐらいの安定感はあります。でもちょっと顔の出来が違うとは言っても、さすがにこのポーズ専用に作られたこのジョルノのねプライズのフィギュアとはちょっとやっぱりポーズがね微妙に再現できてないような気がします。でも一応ね、この手のパーツ、この2つね、握り拳なんですけど、一番最初に標準でついた握り拳とは別でついてきた、多分このポーズ取るためだけ用の手のパーツなんですよ。でも一応ポーズは再現できます。つま先足立ちもできるしね。こちら単行本54巻の表紙のポーズの再現なんですけど、これなんですけどどうかな。ちょっと微妙だよね。ここしか稼働しなくて、この胸の上だけで、こっちの感じの腰の部分が完全に布に覆われちゃってて、あまり稼働しないのもあって、ちょっとポーズをつけるのが結構難しかったですね。単行本第56巻のガッツの G のここの部分のポーズ、あ、本当はここは足にねナランチャがしがみついてるはずなんですけど、ちょっと今回ねジョルの一人だけってことで、あとね他のメンバー、ナランチャとトリッシュとアバッキオとブチャラティとフーゴとミスター、こいつら全員ちゃんとね彫像稼働でもうシリーズ化はされてるんで、揃ったら再現してみたいですよね。もうこれもいつになるか分かんないけどね。はい、そして皆さんお待ちかね、アバチャのシーン、ね、最初ねアバッキオから出されたこのお茶の独特なフレーバーにジョルノはうってびっくりするんですけど、ジョルノはグイーッと飲み干します。ジョジョ第5部切手の名シーンですね。アバチャ、それもね浴びるように飲みますよ。でも飲みすぎには注意。付属品にはねちゃんとライターを持つ手もあるし、こうやって風を遮るようなね手もあるんでね、多分これだったらライターの炎消えないんじゃないかな。大丈夫だよね。五部の物語の序盤では広瀬光一くんとねジョルノは出会ってるんですけど、こうやって並べてみるとやっぱ光一くん小さいよね。ジョルノのこの腰あたりまでしかないよね。髪の毛少なかったらもっと低いんだろうな。あれ、ちなみに余談だけど、これ広瀬光一くんね、四部のキャラクターですけど、光一くんはね歴代のキャラクターの中で一番ジョジョに合ってる人物なんですよ。でまず4部の主人公の東方丈介と、あと空城丈太郎、そしてジョセフ・ジョースターにも合ってる、そしてこちらのジョルノ・ジョバーナにも合ってるから、歴代の主人公の半分に合ってるんですよ光一くんは。何気にすごい男ですね。ちょっと髪型も似てるよね、このツンツンした感じとか。はい、というわけで以上でジョジョの奇妙な冒険第5部の主人公ジョルノ・ジョバーナの彫像稼働の紹介を終わります。やっぱりねこれジョルノ買うとゴールドエクスペリエンスの方も欲しくなってきちゃいますよね。もう多分そのうち買っちゃうんじゃないかなと思います。まあまた買ったら紹介すると思うんで、その時はどうか見てみてください。ね、ただちょっと残念だったのがここ胴回りの関節で、さっきも言ったけど胸のところは動くんですけど、まあ腰のところがね造形上ちょっとつけられるポーズに制限があったのが少し残念だと思いました。まあでもそこを除けばね結構もうお気に入りです。これアバちゃんもついてるしね。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。さあそれではまた。